まず、先ほどもありましたが、まあ、今回、リーグ始まって3得点で形も結構いろいろなクロスからのゴールだったり抜け出してのゴール、まあ、あとは、左足のゴールと、まあ、いろんなパターンありますけれども、今年の5入ってゴールのこう意識、得点の意識の変化、強くなった部分などはありますか？今年に入ってというか去年の中段明けくらいからゴールは、まあ、いつも狙ってますけど、チームとしての形もできてきて、やっぱり僕っていう一つのこう意識してくれることがチームとして増えたので、その中でやっぱり必然的にボールも回ってくることも増えたので、チャンスが増えてる分それを決め切れてるっていうのはいい個人的なアピールにもなりますし、監督だったりチームメイトの信頼に応えられているので、そこはすごい嬉しいなと思います。今シーズン始まってまだ3ゴールですけれども、その中でも特にこう自分の中でベストなゴールとかありますか？どれが一番っていうのはないですけど、やっぱり得点パターンを増やすっていう意味で、逆に1点目2点目なんかは、3点目も結構いいゴールでしたけど、1点目2点目は自分の少し前まではなかった得点のパターンだと思うので、そういったものは自分の成長を感じるなと思います。その新しい得点パターンというところの中で、まあ、それに向けてこう強く意識していることとか、そういったことは何かありますか？オフザボールのところの動き出しっていうのはすごい最近は意識してやってるので、そういったところで自分の動き出しを見てくれてボールをもらえたときはすごい嬉しかったりはしますね。ありがとうございます。まあ、今回、日本テレビの中継のテーマとしてワールドカップを終えて、新シーズンが始まって、まあ、こう進化、一つ進化を見たい、進化、日本代表の進化、それぞれの進化みたいなところをテーマにしているんですけれども、何かこう、久保選手自身が、ワールドカップの経験を経て新しいシーズンを迎えて、こうなんか自分の中でも進化したなと思う部分もしあれば教えてください。進化、まあ、進化っていうか、シンプルに調子は上がってきているので、特に進化したなって思うところはないですけど、コンディションはいいですし、選手としてコンディションの波も少ないなっていうのを思っているので、あとは怪我だけ気をつけて、このままいいコンディションのままシーズンを続けられればなと思いますね。プレー面以外でも精神的な部分で、ワールドカップを経験して何か強くなった部分とか意識の変化みたいなところはありますか？ワールドカップは個人的にあんまりいい思い出なかったんで、特に、まあ、メンタル面は強くなったかもしれないですね、そういう意味では。ありがとうございます、はい。森保監督が先日インタビューしたときに、久保選手はクラブですごくチームの中で頼られる存在になっていると、まあ、一方でまだ代表ではもっとやれる、さらにチーム内のこう存在感を上げてほしいと森保監督がおっしゃっておりましたが、それを聞いていかがでしょうか？まあ、僕はチャンスをもらえたらチームのように頑張るだけですけど、まあ、そこは僕の決めるところではないので、チャンスをもらえたら嬉しいなと思います。チームの活動と、代表での活動、求められるものもまあ違うと思うんですけども、そもそも求められる役割は違うなっていう感覚などはありますか？あんま分かんないですね。まだ新しいチームになってから、そんなに僕は3月もあんま、まあ、いろいろあって試合に出れなかったですし、まあ、6月も1試合とちょっとかな。そういった意味で、そこまでまだ僕として代表で何を求められてるかっていうのはあんま分からないですけど、まあ、自分が求めていくものはやっぱり結果を出すっていうところと、まあ、代表でも中心になっていきたいなとは思っているので、自分が求めているものは分かっているつもりですけどね。ありがとうございます。その自分が求めるものというのはやはり代表でもクラブでも同じ意識で常に持っているものですか？そうですね、常にやっぱり上手い選手と上手い味方と上手い相手とやりたいって思ってサッカーやってるので、そういった意味で個人のレベルが上がるにつれて、まあ、レベルの高い相手にも渡り合えるようになりますし、すごいやってて楽しいなと思います。まあ、としても代表活動となると先ほどもおっしゃっておりましたが、やはり我々としてはこうワールドカップとか、まあ、アジア予選など先を見据えてどうしてもお話を聞いてしまうんですけれども、まあ、前遠藤キャプテンが、まあ、本気でワールドカップのこう優勝を目指していこうという話を、されていたと思うんですけれども、日本代表がまあ次のステップに行くために何が必要で、まあ、その上でこう自分がするべきことっていうのは改めて何だと思っているんでしょうか？優勝しようと思ったら
まあ、とりあえず今回の2試合でやっぱり内容も求めていかないといけないなと思いますし、その例えばまあ変な話ベスト8に行くだったら今まで通りでいいかもしれないですけど、まあ、今まで通りじゃダメですけどね、どっちにしろ、まあ、優勝狙うんだったらドイツ、トルコすごいいい相手ですし、はっきり言ってアウェーですし、2試合ともほぼほぼ2試合目はホーム扱いですけど、確かここもアウェーなんで、そういった意味で難しい戦いにはなると思いますけど、そこでやっぱり例えばまあたまたま勝ってよかったねじゃなくて、まあ、勝利、内容、結果と内容両方求めていかないと、まあ、優勝っていうのはおこがましいかなと思っちゃうんで、まずこの2試合で結果と内容を求めていくっていうところで全員の方向性が一致してればいいスタートを切れるのかなとは思います。先ほどあの日本代表の活動になると、まあ、より多くの国民とかが見てくれると、そのそれぞれのリーグで戦っている選手が集まって、より多くの方が日本でも応援してくださると思いますが、まあ、そういったご視聴者の方に改めてどういったプレーを見せていただけますか、伝えですか。まあもっとなんでしょうね、まあ、日頃からやっぱり僕なんか今たまたま点取ってて、たまにニュースで見たよって友達が言ってくれることありますけど、正直やっぱみんな今年はすごい、まあ、入りがいいというか成長してる選手もたくさんいますし、そういった意味でもっと取り上げてもらうことで、みんなももっと頑張ろうって思う選手もいるかもしれないですし、僕は個人的にはあんまりそのテレビに出るために頑張ろうとか思ってるタイプの人間ではないのであんま関係ないんですけど、そういう選手もやっぱ当然いますし、目立ちたがり屋じゃないとここまでやってこれないと思うので、そういった意味で今回の代表だったり、もっともっと週末のリーグ戦だったりっていうのを活躍した選手は活躍した分だけ取り上げられるようになれば、もっとサッカーの熱も上がってくると思いますし、国民の皆さんにももっとやっぱいろんな選手の名前も覚えてもらったりとかして、そういったところも国全体でやっぱワールドカップ優勝しっていう渡るくんの遠藤選手の話出ましたけど、国ごとやっぱ熱狂してないとそもそも優勝なんて言ってられないと思うので、そういった意味で今回の代表戦が、まあ、視聴率も含め、まあ、僕らの最低限の結果と内容っていうのが一番大事ですけど、いろんな人に見てほしいなとは個人的には思いますね。